変わった？こうロンドンに行ったこう曲作りとか。変わりましたね。ちょっと意外な方向へ変わりましたね。え、どういう方向に？変わったの、やっぱりロックミュージックが好きだし、もう昔から頭、顔形は日本人だけど頭の中は外人ぐらいにも思って、なかなか日本の音楽の世界に馴染めなかったんですけど、でもそういうのもいろいろあって外国に行ってみて、やっぱり自分の顔形と合わないことを向こうに行って初めて分かったみたいな。もうちょっと吹っ切れたとかそういう次元じゃなくて、もっとそうスパーンっていっちゃったとか。でやっぱりほら目の色の違う人にはなれないし、自分はやっぱりこういう顔形持ってんだから、この顔形に合う曲を作りたいなって思うようになりましたね。へえ。で初めてそれで私江ノ島の曲作ったんですよ。私生まれたのが江ノ島の近くなんですね。私もで、まあでも転校生だったから、なかなか地元って言い切れないとかあったんですけども、転々としてたから、でもなんかこうそこへすごく帰りたくなっちゃったんですよ。外国に行って自分の帰る場所はそこだみたいな、なんか自然の摂理みたいな感じで、深いな。でも初めて江ノ島の曲を書いて、でもチューブみたいな夏っていう感じじゃないんですよ、私のやつは。憧れたんですけどもね、もうその楽しい夏がいいなと思って。でも自分で作った曲は海のすごいこうちょっと切ない感じの曲。あ、でも海をテーマにできるっていうのはいいよね。そうだね、うん、やっぱり海が近くにあるとか、江ノ島生まれですとかってかっこいいけどさ。梅さんの場合は山の育ちはね、どちらの山ですか？山じゃねえんだけど、海がない、海がね、裏の利根川がずっと太平洋だと思ってたやつもいるわけ。自分の声ってこんな声だったのって初めてそこで、あの生の自分の本当の声を、日本だとちょっとこうミサンスいっぱいこういろいろリクライジングしてくれて綺麗にしてくれるじゃないですか。そんなことしてくれないんですよ、向こうの人は。そんなことない。そう、もうお前の声はこれだみたいな感じで。